皆さんこんにちは、コンコンチャンネル、コンのあさみです。はい、本日はバースデーと GU の子供服、ベビー服購入品紹介なんですけど、全36点です。バースデーが32点、で GU が4点、バースデーの袋は3袋になりましたね。猫から行こうかな。まず買ったのが、こちら3点、これね、長女長男次男、ねえねえ、にシャンシャン、3人分の、ベビーとキッズかな。でパンツですね、これはテータテート、これが多分万能に使えるだろうと。白い T シャツでも茶色い T シャツでも黒い T シャツでも合わせやすいんじゃないかなって買ってみました。でこれに合わせてもいいかなって思ったので、次が男の子、ニーニとシャンシャン、長男次男お揃いで、こちら I love mommy T シャツかな。こちらもテータテートで税込み979円ですね。これもね、この色味が可愛いんだな。ニーどうかな、可愛いね。笑ってる、鳥だい。足にしがみついてるから、あれなんだっけ、バスケのピポットピポットかこのなんかこういう片足しか動けない状態なんですけど、これ僕のだからね。と次も長男次男のお揃いです。これテータテーとか、これも80と、本当にね、ニーニーも今110cm120 買ったりもしてるんですけど、ちょっとこれサイズがなくて100買っちゃったから今年だけかもしれない。かわいいね、アンブレラ T シャツかな、かわいいね。やっぱりバースデーはくすみカラーに手厚い、くすみカラーに手厚い。もうこれはミニマリスト目指してても買っちゃいますよね。そんなと思うとくすみカラーに手厚いって本当にね、日本語として合ってるのか分かんないんだけどさ、元アナウンサーなのにさ、もう私が元アナウンサーだってことは本当にどこかに置いておいていただきたい。ちょっとこの話し方で、まだ時々お仕事するときなんか肩書きをどうされますかって、フリーアナウンサーでいいですかって聞いていただいたりするんですけど、ちょっとこの話し方でフリーアナウンサーを名乗ると現役のアナウンサーの方に申し訳なさすぎるので、私はもうアナウンサーだったとして見ないでください。ほら日本語おかしい。アナウンサーとしては見ないでください。今はもうただの主婦です。昔はもちろん一生懸命やって教えていただいてやってました。でも今は主婦なので、主婦の話し方で緩いんですけどすいません。はい、こちら、これもバースデーね。ちょっとやっぱニーニーが電車とかね、車とか好きで、まあ次男も好きになるだろうと、車のおもちゃは好きだねってので買ってみた。かわいいね。でまあこういうちょっと結構、これ3パターンか、3パターン全部この男の子のお揃い服を買ったので、ちょっと女の子のものを買ったのがこちら2着。ただ例年やっぱり女の子の服をつい買いすぎる傾向があるのでね、私も女性だからか、なんか女の子の服、まあ、1かも一番上の子だから女の子の服が結構多くなっちゃってて、今回なるべく意識して男の子のものをね多めに買ったんですけど、やっぱり女の子のものもね可愛いしね、長女もやっぱ欲しいってなるから、特に長女お気に入りなのがこっちかな。これ可愛いって言ってたね、ひまわり。ここちょっとママの好みでもあるけど、やっぱフリフリあるから喜んでくれて。これは、3人お揃いかな。男の子2人がまずこれ、クマさんの。これも2だね、きっと。2クマだね。この色味で。ブルーとなんだろうな、絶妙なグレーなのかな、ブルーグレーみたいな。そしてお姉ちゃんがこっち。ウサギさん入ってちょっと女の子らしくなってるね、着させたいなと思っています。かわいいよね、モコモコしたデザインでかわいいよね。いい子にしてくれてるね、ママがいるからね。キッチンとか行くと泣いちゃう。でこれちょっと昨日着させてみたんでタグ切っちゃったんですけど、小鳥だったっけ、このかわいい次男用の赤ちゃんサイズの、でもこれもう90買っちゃったのかな。ちょっと半袖はもうさ、袖が長くて困ることないから、夏物は結構ワンサイズ上のものも来年も使えるようにって買っちゃったりするんですけど、冬物はねちょっと引きずったら足とか危なかったりするからジャストサイズが多いんですけど。失礼します、お客様失礼します
お客様着心地はいかがですか。お客さん、お客様、けど後ろ見ちゃった。後ろ姿も可愛いね、このセーラー。お客様下着失礼します。お客様いかがですか。大変お似合いですね。そしてこれはどこのかな、これ違う、楽天で買ったやつかな。長男長女はねこれを持ってるの。今ちょっと袖長いけど、こういうの着た時になんとなく、まあ違うけども同じセーラー系でね着てもいいかなって思ったりしてます。あとこれか、去年買ったこの、これ去年のあれか、ペタテートかな、ふたふたかな、バースデー購入品なんですけど、女の子のちょっとパフスリーブのやつと男の子のシャツ。そしてここも3人お揃い、これはねちょっとちゃんと女の子らしいデザインのものがあったから3人お揃いで買ったんですけど、これかわいいよね。ハラペコアムシの、長男長女の T シャツ、かわいいね。80センチと多分110とかかな、120かな、130かな、きっと。買いました。これは夏っぽいしね、可愛いと思うよ。ちょっとこうなんか、なんか破壊してる。あー、それはお下がりであげる服なんだ。そう、これはね今度、これだけ買っておしまいじゃなくて、ちゃんとミニマリストを目指してるから、これはちょっとね義理の妹ちゃんが、女の子が生まれたので、今年ちょっとうちの長女のお下がり服になってしまうんですけど、もうサイズアウトした服とかね、長靴とかをプレゼントしよう、プレゼントじゃないなお下がりを今度会った時に渡したいなと思ってまとめておいた服です。だから買ってばっかりじゃなくて、ちゃんと手放すこともしてるよっていうアピール、アピール。そしてここは本当はハンガーにかけることはないパジャマ類なんですけど、ちょっと見やすくするためにハンガーにかけてみました。普段はここにパジャマ類は畳んでしまっています。で、これはパジャマ系で、ネーネの長女4歳のうさぎさん柄パジャマで、これはまあパジャマでも部屋着でも外着でもいけそうだけど、次男用のちょっとゾウさんがね寝てる、かわいいんだこれ、デザインも色味も。で、同じ柄のパンツも買いました。こうやってねセットアップみたいにして着ても可愛いし、普通にこうなんかデニムっぽい感じのレギンスとかさ、白でも合うしグレーでも合うしね、可愛い色使いのを買いました。そしてこれも長女女の子のパジャマ、これもズボンとセットですね。そう、パジャマはやっぱり一番上の子のは買っていかないとお下がりがないから、ちょっとどうしてもその点長女が多くなるのかな。パジャマはもう2人目以降はジェンダーレスで使えるような、男女共通で使えるようなものはもうそのまま男の子たちに2人目3人目に下ろしたりとかしてるんですけど、ちょっとこういう女の子っぽいのは本当に長女だけかなとは思うけど買ってしまうっていう。もう4歳になるとちょっと女の子らしいものが好きになってきたので、まだねちっちゃい頃はそんなに自分の好みがなかったから、結構こうシンプルなものとか買っていて弟たちにも引き継げるようにしてたんですけど、もうちょっと自分のね好みが出てきたから、こういう女の子らしいものをパジャマに取り入れて買ってます。そしてこれは男の子2人ペアで買ったふたふたのパンダさん、これもね部屋着として一応買ったけど、別にまあ外に着てても大丈夫じゃないかなという個人的な見解です。去年ぐらいからかな、インスタとかですごいバズってたふたくまさん、ふたくまっていうクマのキャラクターの、今度はパンダさんバージョンかな、ふたふた動物園の1529円で上下セットを2人分買いました。そしてこれも本来はかけないんだけど、ちょっと見やすいようにラッシュガードね、お兄ちゃんと弟のラッシュカードラッシュガード、恐竜さんとクジラさん、かわいいよね色味が。上の子たちは水着を持ってるけど、0歳のねシャンシャンは持ってなかったので、こうこれを買いました。979円だよ、水着安いよね。で、こう恐竜系でね、アースカラーっていうのかな、茶色で組み合わせようかなって思ってます。ということで、ここまでがリミットだったので、なんか話足りないことあるかもしれない、まあ、帰ってきたらまず取れたら取ろう。一回お迎えに行ってきます。お迎えに行くよ行くよ行くよ。そう、これも購入品だ、今回の36点のうちの一つ。これね、今日早速来てるもんね。
あと下は GU のあれだ、サナマルパンツ。ほらほらほら、やっぱ膝にさ、こんだけホコリがついてるってことはそれだけ膝をこすってるっていうことなんだよね。掃除機はしてますよ、掃除機もしてるけど、やっぱ多少のホコリは落ちてるからさ、膝がね、なんか嫌な匂いする。うんちだ、やばい、変えていかないと。じゃあ行ってきます。幼稚園お迎えから帰ってきました。そしてシャンシャンは夕方のお昼寝、寝かしつけしました。でちょっとこの辺でバースデーでお腹いっぱいになってるかなっていう感じかもしれないので、ちょっと GU を挟もう。こっちが GU で買ったシナップシュー T シャツで、今0歳のね次男が大好きなんですよね、シナプシュ。うちはみんな、もう長女も長男もみんなお世話になってきたシナプシュ。私のねテレ東時代の同期のかなこちゃんがプロデューサーをやってたりもして、というのもあって最初応援してたんですけど、もう今はただただ本当にお世話になってるし、もうすごいよね、こんな GU とコラボしたりとかさ、グッズもたくさん出ててすごい人気あって、子供たちがこう見るし、飼育的な要素があったりとかさ、予備感覚を養おうとか、なんかこうひらがなに触れようとか、こうなんか目的があるのがいいよね。ほらそう、シナプシュがここにかくれんぼしてて、ポケットが取り外せる。ちょっと大人用もあったんだよね、大人用買ったらこうポケットが交換できるらしいんですよ。それもきっと喜ぶと思うから、今度大人用も買ってみようかな。長女のパンツを2本買いました。120センチなんだけど、ロングパンツでちょっとこう裾がワイドな感じなってるから、でここがさこうしぼんでるんだけど、これ多分 T シャツをインしてもいいっていう、インしても一枚出してもいいし、これどっちともね T シャツと組み合わせていいなって。でもちろんスカートも彼女大好きなんですけど、公園とか遊びに行くとやっぱりこう長い方がね、膝とか転んだ時にっていうのと、まあ、北海道ちょっと夏はまあ確かに暑いかもしれないけど、夏が短くて、まあ、春秋冬が長いので、春秋のね公園遊びとか、まあ、夏でも、まあ、夏ちょっと暑いかな、少し涼しくなってきたら T シャツとこれとか活躍するかなと。でも薄めの素材だから夏でも全然涼しいと思うんですけど、あと室内遊具施設とかね、膝を守ってくれるっていう意味で、まあ、長ズボンはあって間違いないなと。これだったらまあ男の子にも使えるので、次長男次男がね120を着るようになってからもいいかなと。でさっきのシャンシャンが着てたキリンさんのトップスとお揃い、お揃いっていうか同じキリンさんがいる、これ似てるしょ、似てるんだけど、ウサギかキリンかで違う。でもこう組み合わせてもね、色味が一緒だから全然違和感ない。これもありね、終わりが見えてきたかな。ちょっと一気に買いすぎなんだよね、こまめにやればいいんだけどさ、時間がなくてですね、週末やっと乗り切ったと思ったら、ちょっと体調を長男が崩してしまって、長女はめちゃくちゃ元気だったんですけど、やっぱり2人揃って下の子がちょっと体調悪いのに上の子だけ行かせるってことも今できないので、2人とも休んでいて、ちょっともうしばらく何もできてなくて、だからちょっともう溜まっちゃったんですけど、3回分のバースデー購入品ということで、今回は子供服、ベビー服の爆買い、バースデー GU 購入品をご紹介しました。今日のコンタクトレンズはフランミーのシェルコーラルグレージュかな。またいろいろヘアマナンとかね、プティマイとかいろんなところでも買うので、そういうのも紹介していけたらなと思います。なんか全体的にこうせかせかしててすいません。またいろいろ紹介していけたらなと思うので、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、高評価、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメントもとても励みになります。あと単純にどの服が皆さんは可愛いと思うのかも教えてもらえたら参考になるなって思います。ちょっとね、自分の好みがすごい入っちゃってるから、それでいいんだけどさ、自分の好みが世間一般とどんぐらいずれてんのかなっていうのも、みんながどれを可愛いと思うのかなっていうのも知りたいなと思ったりしたので、よかったら教えていただけますと幸いです。それでは皆さん、毎日本当にお疲れ様です。また会いましょう。バイバーイ。